ドラニュース担当です。いつもご視聴ありがとうございます。前回の段階の続きなんですが、言い忘れてたピックアップがあったんで、そういうのをご紹介したいと思います。前回紹介しようと思ってたやつになぜこれがなかったのかなって思ってみたら、カタログ載ってなくて、あれと思って、その載ってないってやつが、STK-S1 ってやつです。S1 でいいのかな？STK の 1って、まあ、1で1も一緒なんだけど、その1がね、載ってないんですよね。これ最近というかお客様が来てそれで引いたらすげえ良かったからそれ紹介しようかなと思います。いいと思ったものはこうやって紹介しますんで、ただ STK-1 が載ってないんですよね。でこれ何が良かったかっていうと、この程よいパワー感が良かったです。これちなみにですけど、これスイッチでパラレルにした時になんとね、普通のシングルっぽいこのなんていうの、いつも通りの音みたいな感じにも近くなるんで、これスイッチつけるとなお良しって感じです。だからこの例えばまあそれどっかの動画でもしょっちゅう言ってるんですけど、ストラトのリアピックアップを交換して大失敗する人っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。なんで噛むんだよって話なんですけど、めちゃくちゃ多いんですよ。だいたいリアピックアップのパワーが弱いって言って、だいたいパワーが強いピックアップに交換して今度はバランス悪くなるっていう人が、まあ、大半なんですよね。程よいパワーって言っても結局つけたことがない人が多いので、程よいパワーっていうのはやっぱ知らないとか、つけてみたらめっちゃパワーが強すぎるとか、今度はリアが今度は使いづらくなるっていうか、まあ、その今度はフロントセンターとのバランスも悪いし、リアもパワーありすぎて使いづらいとか、そういう人がパターンとして多いんですよね。でやっぱちょうどいいものっていうので、このおすすめできるやつはまだ弾丸とかでないかなって思ってたらちょうどいいもの見つけました。だ STK-1 おすすめです。ただこれってなんかお客様から聞いたら、一応市販品では売ってるんだけど、なんかこの幼虫生産みたいな、だなんか普通に売ってないっていうか売り切れしてるっていうか、なんか注文しないとなんか届かないっていうか、届かないかなんかないみたいですね。だからこのあんま売れないんでしょうね。だからこれも不思議なんですけど、いいものほど売れないんですよね。で変なものがなぜか売れるみたいな、本当にもうなんて世の中的にそうなんですよね。なぜかなんでこれが売れるのかなってものが売れるし、なんでこんないいものが売れないんだろうっていうのが本当多いので、分かりやすくマイナーなものがいいと思います。この楽器関係もね、マイナーなものが基本的にいいものだと思います。だから一般的になんか出てるこの注目されてるものとか有名なものにあんまりいいと思うものがあんまないなって思うんですけど、でその STK-S1 のこの話に戻るんですけど、これ普通に使っても程よいパワー感があっていいんですが、コイルタップした時に元の音に戻せるっていうことは、コイルタップじゃない、このシリーズパラレルでね、大体皆さんってタップするじゃないですか、ミニスイッチとか使って。タップつけると例えばこの2個同時にタップができるから、大体タップつける人多いと思うんですけど、そのスイッチをミニスイッチとか使ってシリーズパラレルっていうのは、まあ、もちろんそのシリーズパラレルするとその1個ピックアップにつき1個のスイッチが必要なんだけど、それが例えばこういう STK-S1 とかだと、この普通にシリーズで使うといい感じのこのパワー感があるんですよ。普通のシングルを少しパワーアップさせたみたいな音がするんですけど、パラレルにした瞬間にこの普通のシングルの音に戻るみたいな感じの音色なんで、これは結構バランスとしていいんじゃないかなと思って、バランスでこう、まあ、カタログ載ってないんだけど、例えば普通のストラトにつける場合、まあ、リアピックアップをこれに交換するとするじゃないですか。で一応シリーズにつなげといて、まあこの普通のシングルで普通のストラトのリアのピックアップのパワー感が結構増していい感じになると思うんですけど、やっぱりこのストラトってその元の音も良かったりするんですよ。だから元の音にしか出ないサウンドっていうのもあるんで、それも捨てがたいと。だけどやっぱ今の時の音楽のリアピックアップとしてはちょっと弱いと。だからそれで悩んでる人多いと思うんですよね。元の音も使いやすいというかいい音ではあるんだけど、今時の音に使いづらいとかバンドの音に使いづらいって人が多いから変えるってこともあるんだけど、元の音も使いたいって人多いと思うんですよね。だからそれのいいとこ取りがこの STK-S1 だと思います。だから例えばリアピックアップをストラトにつけて、例えばまあどうかトーンのまあ端っこが一番端っこがいいのはセンターのトーンとかにね、このスイッチポットつけて弾いたらパラレルになるとかして、こうやって元の音に戻せるとか、そんな風にしてつけるといいんじゃないかなと思います。でこれついでの話なんですけど、意外なのがこうしてハムバッカーのピックアップって、こうして例えば3種類音が出せるんですよ。普通のシリーズの音っていわゆる直列でつなげてる音ね。でその今言った並列でつなげるのがパラレルっていうんですけど、だ並列つなぎね、そのシングルシングルでつなげてるみたいな感じだ。ハムバッカーってこうやって、まあ、ざっくり言うとシングルコイルこう2個並んでて、まあ、スタックっていうかシングルサイドこうやって
縦に重なってるんだけど、まあ、普通のハンバーガーみたいな分かりやすいですよね。こうしてピックアップが2個、シングルコイルこう2個こうやって並んでるんですよ。でこれを直列につなぐか並列でつなぐかっていう、これがシリーズパラレルって言うんですよね。だからこれをスイッチでこう制御できるんですけど、ではそのハムバッカー構造っていうのは3種類の音が出てて、シリーズ、パラレル、タップ、タップっていうのはより2個うちの1個キャンセルするっていうか、シングルにするってことなんですけど、注意しないといけないのがそのシングルコイルの音にはなりません。あのハムバッカーってこうして2つのシングルコイルを巻き数合わせてこうやってハムバッカーの音にしてるんですけど、シングルの巻き数ではないんですよ。だからシングルコイルの巻き数よりこの数字が落ちるんですよね。だからタップしたら大体音しょぼいんですよ。特にクリーン系ですかね、あのクリーン系のハムバッカーのコイルタップの音って大体使えないんですよ、音細すぎて。でこれもちょっと意外な情報だと思うんですけど、ハイゲイン系のピックアップのコイルタップは音良かったりします。まあどっちかっていうとね、そのハイゲインってことは結局巻き数が多いから、コイルタップした時にそのタップした側がシングルコイルの音に近いんですよね。だそれで音が良かったりするので、例えばですけど、ちょっとこれ、まあ、物自体が例えばディマジオとかのトーンゾーンとかスーパーディストーションとかあるじゃないですか。あれとかって意外とコールタップした方が音良かったりしますよ。だああいうなんか普通に、あれ自体がもう物が古いんで、もう30年ぐらい前とかのピックアップですから、だからあれ自体はもう歴史が古いから音の良し悪しと今のピックアップと比べたらやっぱちょっと粒が荒いとか、そういうちょっとなんか歴史感じる古めかしい音になるんですけど、ああいうのをコールタップした時にいい感じの音になったりするんですよね。だからハムバッカーで例えば音が良くないなって感じた場合、パラレルにしてみるとかタップしてみるってことを考えて音を作ってみるといいかもしれないです。もちろんこれって結局配線こうやり直さないといけないんだけど、意外といい音が見つかるかもしれないですよね。だからこの何でも可能性っていうんですか、ハムバッカーにはそれ3種類の音が出せるんだよってことを覚えててほしいんですよ。だからもし例えば買ったピックアップをつけてみて、なんかこの音気に入らないなって思ってそれ外して売ったりとかする前に、そのタップしてみるとかパラレルにしてみるとかって組み合わせてみると、あれこれいいじゃんっていうのが見つかるかもしれないよっていう、そういう情報です。あとそれもプラスしてなんですけど、皆さんピックアップの調整やらなすぎです。だから音良くないんだよってことを知らせたもん、これ結局どっかの動画でも何回も言ってるからまたかよってなるかもしれないですけど、ピックアップだけで音は決まりません。だからこの全体の調整だけでも音を良くすることが可能なんですよ。でちゃんとした状態になった上でピックアップの全体の高さとかポールピースの高さとか、それだけでめちゃくちゃ変わるんですよ。だからそれを意識して、なんだその皆さんでは間違ってるのが、新品で売ってる状態が正しい状態じゃないですから、それを間違えないでくださいね。もう何回も言うんだけど、この新品で売ってある状態が完璧な状態ではありません。パーツもそうです。基本的にカスタムしていくのがこの普通です。それがされてないことがおかしいんですよっていう、まあ、それは昔から言ってるんですけど、もうピックアップはもうすごい分かりやすくて、普通の弦張ってたら3弦が音でかいんですよ。だからまず3弦を下げるとかで、4弦音ちっちゃいから上げるとか、まずこの基本的なことをやればある程度はバランスが取れて音が良くなったりするんですよ。まずそれすらもやってない人が大半だから、ピックアップを交換してみました、適当な高さで調整して鳴らして、全然このピックアップ音良くないって言ってレビュー書いてて、でだからそのどっかの方で言ってんだけど、例えばサウンドハウスとかそういうなんかレビューとか自分見たりするわけですよ。もちろん 100% は信じてないですよ。自分でこうやってつけてみて、ついてまあこれお客様の持ち込み品ですけど、つけてみて鳴らしてみて、あこれいいなと思って、じゃあこれレビュー結構いいこと書いてあるのかなって調べてみてみたら、全然レビューがちゃんといいこと書いてないとか、むしろダメみたいな感じ書かれてて、嘘だろおいみたいな。で逆にこのピックアップちょっと微妙かなと思ってこう見てみたら、なんかめっちゃ大絶賛みたいになってて、なんでなのみたいな、結構多いっすよ、そういうパターンが。だからなんかこれも含めてね、なんかやっぱこの専門家から見てと一般の人から見ててのこのなんか認知の差があまりにもかけ離れてるなって、まあ、もちろん音って好みもあるから、結局 100% そうだって自分言い切れないところはありますけど、だけどね、なんでこんなにずれんのってのが、もうこういうレビューとか見てても思うところです。だから基本的にそのレビューもそうなんですけど、ちゃんと調整した状態でちゃんとした人が弾いて確認できてるのかってところまで深掘りしないと、例えばまあこれもよくある話なんですけど、
レビュー見てなんか良さげだったんでこのパーツ買ってみましたってことで買ってみてつけてみてなんか思ってたの違うってパターンもものすごく多いので、だからこれでなんか思ってたの違うみたいになって、でそれをまた後からなって、まあ、引いた後に後から見てみたら、あ本当だこんな風に書かれてんだ、全然こんな音しないのにねみたいなとか全然ありますよ。だからそういうのもあるので、だからそれ何回も言うんだけど、まあ、これも 100% とは言えないけど、自分が好きな音がするギターの部品をつけてみるってことが一番わかりやすい例だと思いますよ。まあ一応これがそのパーツだけで音が鳴ってるわけではないから 100% とは言い切れないんだけど、だいたい近い感じのニュアンスになるって意味で、でピックアップって意味ではその好きな音が鳴ってるギターのパーツを自分のギターにつけてみるってことが一番わかりやすいんじゃないかな、一番わかりやすいっていうか一番ヒントになりやすいんじゃないですか。だってもともとついてないんだからこの部品を。だからネット情報を本当に鵜呑みにすんなよって思うんですけど、 YouTube とかでその弾いてみたとかそのパーツレビューとかって言ってるけど、皆さん聞いてるスピーカー違うから鳴ってる音違うって変わってるのは当たり前なんですよ。これもう昔から自分言ってますけど、皆さん使ってるスピーカーは違うじゃん。例えばパソコン違うだけで音変わるじゃないですか。それくらい元のいわゆるデータ、音のデータを再生する機器が変わるだけで音違うんですよ。だからこの今自分の耳に入ってる音が変わった音で聞いてる可能性全然あるんですが、信用できないんですよこの音って。だからそれも含めて、それでカメラで撮った音で、この撮った時のもう音が変わってる可能性も全然あるんで、なんか編集で音を良くしようとすることはいくらでもできるから、もう撮った音って撮ったの今ここで鳴ってる音がそもそももう違う形で音が録音されてるってことも考えて、こうパーツを買ってつけないと、ネットのその情報っていうかネットの音を信じて買うのってなかなか危険ですよ。それも含めてちゃんとしたというか、自分の耳ってその自分がこの現物を触って自分で聞いた音っていうのを信用しないと、ネットで出てくるその音とか聞いて買うのってすげえもったいないことしてるなって思いますけどね。だからこの運っていうか博打みたいなもんなんですよ、その選択肢って。それも含めて楽器や、まあ楽器には良くないんだけど、思想してみるというか、こう買う気がない思想になっちゃうからあんま良くはないんだけど、ただこういう風になんていうの、現物そのパーツの現物が乗ってるギターを弾いてみるってことをするのが一番のヒントになるんですよってことをこう知っておいたら、いいピックアップ選びに役立つんじゃないかなと思います。じゃあご清聴ありがとうございました。